タレントの熊田曜子、39、は、5月18日に DV で逮捕された会社経営の夫の暴力が、恐怖で離婚を決意したというが、ネット上は熊田に同情する声ばかりではない。熊田の言うことは、信用できない、とか、どっちもどっち、なんて否定的な書き込みも目立つのだ。それもそのはずで、6月1日発売の写真週刊誌、FLASH が、事件当日、夫は、不倫疑惑を突きつけていた、と報じ、熊田が、自身が出演する番組のテレビ局社員と、関係があったことを匂わせたからだ。一方の熊田は、5月31日に報道各社に送付した、離婚決意表明へのファクスで、夫からの暴力行為は今回が初めてではなく、夫が帰宅する時間が近づくと恐怖を感じるようになってしまって、などと訴えている。2012年に結婚し、三女を設けた熊田の離婚騒動は、夫の DV 疑惑 VS。熊田の不倫疑惑と泥沼の様相を呈しているが、離婚に詳しい都内のある弁護士は、熊田さんのケースはわかりませんがと前置きして、こう続ける。夫から DV を受け続けて、婚姻関係が破綻している中で、親しい相談相手と、男女の仲になってしまった。大きな声では言えませんが、それで、大丈夫でしょうか、などと相談に訪れる妻は珍しくありません。破綻が認められた後の男女関係については、不法行為ではないとする最高裁の判例もあります。何をもって破綻とするかはケース、バイ、ケースですが、婚姻を継続しがたい重大な事由には、もちろん DV も含まれます。夫婦問題にも、詳しいライターの日比誠雨氏は、あくまで夫の DV が事実とすれば、ですがと、こういう、単純に、どっちもどっち、という話ではないでしょう。そもそも夫から DV を受けている妻の精神状態は、普通ではありません。そんな中で、優しく相談に乗ってくれる相手につい、頼りたくなったり、好意を持ってしまうことだってあるでしょう。倫理的な問題はあるにしても、DV より、重い罪とは思えません。ネット上には、熊田がこれまで SNS 上で、夫に対する愚痴を漏らしつつも、幸せ家族をアピールしてきたことと、現実とのギャップを、偽りだった、などと疑問視する向きもある。ことさら熊田さんをかばうつもりもありませんが、そもそも熊田さんはタレントさんですし、長女もまだ小学生という幼い3人の娘さんもいる。子供のためを思って夫婦円満を演じ続けてきたとしても、母親なら当然のことじゃないですかね。前室の日比誠雨氏。いずれにせよ、DV 疑惑の方が分が悪そうだ。